小説李休になった日第63話前回までのあらすじです。ふとを目覚めると千里休になっていた。ここは1590年の京都。平成時代から何人もの人がこちらに来ているという。千里休になって7日、古竹でお茶の稽古が始まる。 社会期を書いた後水屋の準備を手伝ったいろいろな道具を並べ重たい水屋めを持ち感想を聞かれたが千里宮らしい回答ができていないと古細川にダメ出しされた今日の負けは江戸初期における茶の湯の伝書についてです第1章千里宮としての船出第6節お手前と墨手前い第6の5節待合から咳入り羽防記について 水屋の隣の部屋にある茶道具を一通り水屋へ移動した古田利休殿細川殿玄関に置かれた荷物をこの部屋へ移動してくださいこの書院をよじつきとしましょう荷物を置いたら外の待合で待っていてください迎え付けをします私と細川は外の待合へ移動した椅子には円座が重ねてあった細川円座は裏返しした状態で 重ねておいてあります。焼却が円座を置き、最後爪が片付けます。リキュードの裏返して、私とリキュードの分を置いてください。フルートのとが来るまで座って待ちましょう。私は細川の指示通り円座を置き、二人で座った。すぐに古田が現れた。古田ではリキュードの立ってください。ここでは無言で真の礼をします。リキュードのがやや前に立ち、自客以下が後ろに控える感じになります。 は全員一緒に行います例の後、客は待ち合いに座り直し、亭主が水屋に戻る時間などを考慮して、少しの間、待ち合いで待機します。そこか、利休殿の間隔だと数分間を目安にしてください。その後、商客が促し、つくばいに移動します。爪は冤罪を片付けます。当然、商客だけの一客一定の場合は自分で片付けます。 では一足先に茶室へ移動しています細川殿の後はよろしくお願いいたします細川承知いたしました私と細川はつくばいへ移動した細川リキュー休のつくばいの所作を覚えていますか私確かそこの飛しで左手右手口飛しの順に清め 手巾を右袖口から出して手を拭いて左袖口に濡れた手巾をしまうのでしたね細川その通りです優秀ですねではやってみてください私と細川は手と口を清め茶室へ移動し細川が刀掛けに刀を置いた細川ではリキュー休殿にじり口から入って床の前で扇子を出してください床の拝見の仕方は覚えていますか私、 確か扇子の右側を要にして14目くらいに置いて芯のお辞儀をした後指先を畳に軽くつけたまま軸を拝見終わったら再び芯のお辞儀をして扇子を右手で持って席に行くのでしたねまさかその通りです膝はとから畳16目ほどに座り扇子は14目くらいに親骨の方を立てておきます 軸は本種の極楽観表具などの順に拝見しますでは拝見したら席に着きましょう私と細川が席に着きしばらくすると古田が茶室に入ってきた古田ではリキュードの特訓を開始します覚悟はよろしいですか私極に。細川リキュードの。 イオン語は声に出さないようにしてください。それと、ごくりと声に出した場合の単語は、この桃山時代では使われていません。古田、そろそろ茶会を始めてよいですか細川殿。細川、失礼しました、古田殿。よろしくお願いいたします。古田、今日はすぐに書み出前を始めましょう。細川殿、予定通り、羽ぼきの話をお願いいたします。細川、了解しました。 古田と細川は一緒に水へ行き、破棒機を持って戻ってきた。細川、今日古田殿に使っていただく破棒機は利休殿が作られたものです。私、破棒機も自作ですか。被尺に茶尺、火箸に配冊、いろいろ作ったんですね。細川、利休殿には今後竹の花入れと茶尺を作ってもらわなくてはいけません。近々削り方を教えしましょう。私、よろしくお願いいたします。 ル墨手前に入る前に破防器を見ていただきましょう左からリキュー作の破の防器細川殿作の破の防器私古田作の破防器です違いがわかりますか私細川殿の破防器はダスキンのモップみたいに曲がってますね一番使いやすそうです細川 リキュー殿、ダスキンだのモップ殿ともう少し表現に気をつけてください。それでリキュードの他に気づいた点はありますか私、フルタ殿とリキュー作の羽毛器は3枚の羽で作られていて、カードの羽は1枚の羽ですね。フルタ殿の羽が一番まっすぐな感じに見えます。フルタ、私の三つ葉は縦に3枚を重ねたもので裏線形流になります。 細川古田殿の三つ,つ葉は作為的でこの時代ほとんど使われていなかったのですが利休殿が弟子の前で褒めたので今はかなり流行しています古田実は以前私が破防毛を作る際つい裏千家流の三つ葉で作ってしまったのですが利休殿がその防毛を見てこんなに良い破防器使わない手はないと絶賛されます 三つ葉の破防をよよく使われるようになります。私、よかったですね。細川、そうとも言えません。歴史的には利休殿が三つ葉の破防機を考案したことになっています。このままだと古田殿が考案したことになりかねません。まあ将来、私が後世に苦伝する際、利休殿が考案者だと言い張ればよいのだけですかね。私、後世に苦伝する細川。 江戸時代、利休殿の直弟子として生き残るのは私だけになるため、私の話がそのまま後世に残ります。そこで本来の歴史を改ざんしないように修正していこうと思っています。三つ葉の羽毛器はその一つです。それと、風呂と炉の別ですね。これも直さなくては。私、風呂と炉で破毛器が違うのですか 螺旋家では一つ葉は真の羽苗器としてロと風呂用に用います三つ葉は行層の位のもので露用は左葉風呂用は右葉を用いますただ利休殿はロと風呂の別をつけていなかったのです部活でした小か、この時代良い羽であれば右葉左葉の区別なくロ、風呂ともに用いて良いのです ですが、利休殿は古田殿のその作為にも感心し、弟子の前で褒めました。私、もしかしてそれも町で流行しているのですか古田、はい、困ったことに。まさか、古田殿、この件は江戸時代に入るまでに何とかしていきましょう。利休殿も三つ葉の葉毛家は自分が作ったものだと言い張ってください。私、わかりました。 では今日の墨出前は予定通りリキュー殿の破防機を使いましょう所作がいくつもありますので注意して見ていてくださいあと裏千家流では行わないのですが利休殿は小茶出前の前にも破防機を使われました未来でも線形以外では小茶出前の前に手前畳などを破防機で清める所作がありますただ私は裏千家流で利休殿にお教えしていきます アボキは墨手前でのみ使用すると覚えてください今日のおまけは江戸時代初期における茶の湯の伝承についてです、えー、江戸時代初期と言いますと利休さんが死んで間もない頃になります利休さん、えー、1591年に死んでいます江戸ばっか年でですので えー、十数年で、えー、しか経っていないということになりますので江戸時代初期の頃はまだ千家の最高を図った千宗丹千尚庵その人たちの,あの時代ではないと言ったら失礼なんですけれどもまだ千家のお茶が主流になっているわけではなかったと言えます。そのため1626年この頃は 武家茶道というものおよび千家の茶道そういったものを全部、まあ、ごちゃ混ぜにしたような相人木という茶の湯が出てきますそして古田織部が1615年に切腹しますで細川3歳が1646年に死去しますこの細川3歳があの本文でも出てきましたけども千里休の 直接の弟子の中で最後まで生き残った人なんですけども1646年に死亡しますので、えー、この古田織部の伝書古織伝というんでしょうかね、えー、これは1660年ですので細川3歳が死んだ後に出された伝書になりますでこの当時 小堀遠州という古田織部の弟子が一番あの最盛期を迎えていた茶人だったんですけれどもそれとも古田織部の方の名が、まあ、有名だったと言ったらいいんでしょうかねそういう形で古田織部の伝承が基本的に続いていきますそして1680年に入りようやく宮千利休の話が出てきます これは戦形が再考されて、あの徐々に軌道に乗ったと言ったらいいんでしょうかね。そういうような形になってきて、李恵さんが見直されるようになってきたというよりも、李恵さんを堂々と言えるようになってきたという時代になっていくようです。でこの中で南方六というのがあります。この南方六というのは、いわゆる義書といっ たら変なんなですけれども実際に本当に千利休さんが言ったことかどうかが怪しい内容も書かれています。また利休さんがやったこと逸話ではなくて別の人物が行ったことも利休さんがやったというふうに書かれている場合もあります。なのであまり信頼されていない本なんですけれども江戸時代に発行された 本の一冊になります、えー。次回、第6の6節、墨出前、解析、可視、体積、鑑賞についてです。お楽しみに。